This is Radio Thailand World Service, broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand. For listeners in Asia and the Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America, it is now time for our broadcast in Japanese. こちらはラジオタイランドの日本語放送です。この放送はウドンタニ県バンブンのボイスオブアメリカの送信所を通じてお送りしています。こちらはラジオタイランド日本語放送です。ラジオを聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは本日お伝えしますニュースの項目です。当局がカオサン通りの大麻ショップを検査しました。スカイトレインの料金値上げが問題となっています。2023年の観光産業の課題に官民が共同で取り組むことが求められています。タイにおけるデジタル ID の認証システムの開発が進められています。それではまず初めのニュースです。当局がカオサン通りの大麻ショップを検査しました。一部の店舗が娯楽用大麻の使用を明確に宣伝しているという報道を受け、保健行政当局がカオサン通り一帯の大麻ショップを視察しました。保健省、バンコクと警察の職員はバンコクの観光名所であるカオサン地区を訪れ、客に大麻を提供している店舗を検査しました。タイでは今年6月から大麻が違法麻薬から排除され、その使用が認められていますが、医療用と限定されているにもかかわらず不適切な使用が多いとの非難の声が上がり、規制するためのルールが十分ではないといった批判が寄せられています。最近の保健省の発表では、大麻のつぼみや花を規制品目とし、店内での喫煙を目的とした大麻の販売を禁止するなど、大麻の使用に対する規制を強化しています。しかし、カオサン通りの一部の店舗では、店内で大麻を喫煙する部屋を設けるなど、違反行為が確認されています。これらは省令で罰せられるものではありませんが、当局は店のオーナーを罰することができるか、他の法律を調べています。カオサン通りの大麻販売ショップは、ロブリー県で登録されたライセンスで営業しているショップを除き、すべて法律で定められたライセンスを取得し営業していることが確認されています。娯楽用大麻の使用を宣伝している店には、それらの看板を取り外すよう求めました。当局はタイ伝統医療クリニックの看板を掲げた施設が正しいライセンスで運営されているかどうかも検査しています。この種のクリニックを運営するのに必要な許可証がない場合は、開業医は法的な措置を受ける可能性があります。タイ伝統代替医療局トンチャイ局長は、医療と経済のために長期的に大麻を合法化するため、大麻にまつわる全ての規則を守るよう経営者に求めており、さもなければこうした規制はより厳しくなると懸念を表明しています。次のニュースです。スカイトレインの料金値上げが問題となっています。バンコクの高架電車システム BTS スカイトレインは料金が引き上げられる予定ですが、これに主要参政党に所属する複数の下院議員が反対を表明しています。これについてチャッチャーとバンコク都知事は、契約で定められたもので値上げする必要があると説明しています。
スカイトレインを運営するバンコクマストランジットシステム社の発表によりますと、来月1月1日から料金は現在の16から44バーツから17から47バーツに引き上げられます。しかし参政党の議員らは利用者に負担を強いるものであり、運輸省や内務省などの関係当局は値上げ延期の可能性を検討すべきとしています。一方、交通違反の減点制が1月9日から施行されます。警察によりますと、交通違反を点数で計算する制度が来年1月9日に導入されます。具体的には、運転免許保有者には12点が与えられ、交通違反を犯したり罰金を払わなかったりすると点数が引かれ、点数がゼロになると90日間の免停となります。また3年間に4回免停となると免許取り消しとなります。次のニュースです。2023年の観光産業の課題に官民が共同で取り組むことが求められています。タイが観光での競争力を維持する上で障害となりうる来年の不確実性に備えるため、官民が協力することが求められています。プーケット観光協会のブミキティ委員長は、特に観光政策について官民の統合を進める必要があると述べています。2023年にタイの観光産業が不確実性と競争の激化に耐えるためには、この協力が不可欠となると訴えています。ブミキティ委員長は、来年の総選挙に向けた政治的緊張などの国内要因がタイを訪れる観光客に懸念を抱かせるだろうと見ています。エネルギー価格の高騰や現在進行中のロシア・ウクライナの危機は観光客の支出に影響を与え、当局が旅行あたりの支出を引き上げることを難しくしていると指摘しています。また中国での新型コロナゼロ政策に対する大規模なデモが旅行規制の曖昧さを生み、将来的にタイを訪れる中国人観光客の数に影響を与える可能性があることも不安材料となっていると述べています。委員長は、競争力の激化がタイ観光産業の課題であると警告し、すでに一部の観光団体が冬の目的地をタイから近隣諸国に切り替えていることを指摘しました。競争力を保持するため、協力や新しい方法を実施しなければ、競合にさらに観光客を奪われる可能性があると強調しました。一方、タイスパ協会のクロット会長は、タイがすでに持っている支出額の高い旅行者を取り込める潜在的な観光商品に注目するよう提案しました。会長は、タイはヘルス&ウェルネス分野で大きな可能性を秘めているとし、人材不足という重大な問題を解決するために、これらのサービスに関する教育プログラムを強化するよう政府に要請しました。次のニュースです。タイにおけるデジタル ID の認証システムの開発が進められています。デジタル ID の認証・検証を支援するシステムの開発の進捗状況が報告されました。現在、政府及び民間企業のサービスに対するデジタル認証インフラの展開を支援する重要なパート、法的な問題の検討が進められています。また国のデジタル ID 身分証システムの開発と利用が国際基準を満たせるよう、技術的な基準やガイドラインが作成されています。デジタル ID 認証プロセスにおけるリスクを軽減し、信頼を構築するものです。デジタルを用いた認証の開発については、2つのシステムで構成されています。 1.FVS システム、または顔認証のサービスです。画像認証サービスを提供する FVS システムを開発し、毎秒最大60トランザクションをサポートします。13桁の国民 ID 番号と顔の画像を使い、 FVS システムで認証する顔認証システムです。2つ目は DOPA デジタル ID 認証システムです。 DOPA アプリを拡張し、アプリのユーザー6000万人をサポートし、1秒間に最大100件の認証処理をサポートします。これらのデジタル認証システムにより、区役所や市役所に出向かずに認証を行い、アイデンティティ保証レベルの画像による身分証の登録をサポートすることができます。
それでは本日お伝えしましたニュースの項目を繰り返します。当局がカオサン通りの大麻ショップを検査しました。スカイトレインの料金値上げが問題となっています。2023年の観光産業の課題に官民が共同で取り組むことが求められています。タイにおけるデジタル ID の認証システムの開発が進められています。以上、ラジオタイランドの小島秀美でした。ごきげんよう、さようなら。That concludes our broadcast in Japanese. This program can be heard from 2000 to 2015 Bangkok time or 1300 to 1315 GMT.